大きくしなって揺れる高さ200メートル級の高層ビルこれは2011年に起きた東日本大震災の直後震源からおよそ400キロメートル離れた東京で撮影された映像ですこの時高層ビルは10分以上にわたって大きく揺れ続けたといいます 皆さんよくうう体験される揺れというのはカタカタカタというような周期の短い揺れを感じることが多いと思うんですけれども長周期地震動というのは揺れ方がゆっくりした感じ人によってはですね船酔いのような感じになると長周期地震動は大きな地震が起きた時に出るゆっくりとした周期の長い揺れのことで震源から遠く離れた地点まで伝わり高層ビルなどを 大きく長く揺らす特徴がありますこの揺れについて気象庁は今日から緊急地震速報の発表の対象に加えました長周期地震動は4段階の階級に分けられていて階級3以上が予想された地域で発表されます階級3とは立つことが難しく 固定していない家具が移動したり、倒れたりする状況。キャスター付きの家具は大きく揺さぶられ、不安定なものは倒れることがあり危険です。階級4は、固定していない家具の大半が移動し、倒れ、立っていることができない状況です。 震源から遠い場合にはです、ね、地表の揺れはさほどでもないのに、高層ビルだけ大きく揺れるという場合があります。お住まいの方は家具の固定ですとか、オフィスの方は例えば机やプリンターとかです、ね、そういう事務用品が動かないようにきちっと固定していただくということが必要になると思います、うん、この長周期地震動というのは、高層ビルなどを長く大きく揺らすという特徴があるんですね。うん 藤尾さん札幌も今高層ビル増えてきていますからやはり対策をしておくという必要がありそうですよね,、うん、ねいやこういう指標があるってことを知らなかったのでなんかまあ一括りで地震が起きると大きく揺れるそれがまあ震度というものと直結していると思ってたんですけど、うん、また別なんですね。 ただまあ、震度がはず離れていてもこの長周期地震度をだからまあこ,うこういうなんかこうある一定以上の数値が出るから危険ですよっていう知らせがあるとこう、まあ、高いところに住んでる人はあ 倒れてくるかもって思うようにした方がいいってことですよねこの緊急地震速報ですけれども最大推定震度5弱以上の地震で震度4以上が予想される地域に発表されます、うん、ま今日からはこれに加えまして長周期地震動の階級3以上が予想される地域にも発表されることになりましたいずれの場合もまず緊急地震速報が出されますので対象地域に入っている方強い揺れには警戒するようにしてください